ナーです。パスタソースを使ったパスタじゃないレシピを3種類作ってみました。実際にかかった時間や注意点などをまとめましたので、ぜひ最後まで見てください。作る前に確認していただきたいのが対応機種です。パスタソースを使ったメニューとしては、子供も喜ぶ洋風麻婆豆腐、パスタソースでスンドゥブ、手羽元と野菜のナポリタンに、丸ごとキャベツのミネストローネの4つがあります。ただ丸ごとキャベツのミネストローネだけ対応機種が KNHW24G か HW24F でしか作れません。私のように HW16G のタイプで作ってみると、このようにエラーが出ます。どうすることもできなかったので、今回は水を足して鍋で作りました。鍋で約30分煮込んで完成しました。味はもちろん美味しく、ミネストローネというよりロールキャベツを食べているようでした。ぜひ HW16G、HW16F タイプでもできるようなメニューが今後発表されると嬉しいです。さて、1品目は子供も喜ぶ洋風麻婆豆腐を作っていきます。椎茸3個分をみじん切りにしていきます。白ネギも2分の1本分をみじん切りにしていきます。木綿豆腐は1丁を2から3センチの角切りにしていきます。6時から準備をし始めたので約8分で準備が完了しました。ホットクックに椎茸、長ネギ、そしてミートソースを入れていきます。醤油小さじ1、オイスターソース小さじ1と2分の1、コチュジャン小さじ1を入れて混ぜ合わせます。そこに木綿豆腐を入れてセット完了です。751番子供も喜ぶ洋風麻婆豆腐にセットをしたらスタートです。ホットクック調理開始まで14分かかりました。温めには約20分かかりました。ここに水大さじ1と片栗粉大さじ1を混ぜた水溶き片栗粉を入れて、豆腐が崩れないように混ぜ合わせて延長で1分加熱していきます。6時38分に加熱の延長が終わりましたので、約40分かかりました。私は特にかけませんでしたが、この後お好みでラー油や山椒をかけるとより辛くなるそうです。感想としては2人分にちょうどいい量でした。またレシピ通りにコチュジャンを入れたので、ピリ辛ぐらいで美味しかったのが印象的でした。2品目はパスタソースでスンドゥブを作っていきます。白ネギ1本を斜め薄切りに切っていきます。今回は太い長ネギを使ったので結構な量になってしまいました。私は切る材料が長ネギだけだったので2分で材料準備は終わりました。ホットクックに豚バラ薄切り肉を 200g、 私は少し冷凍していたこともあったので菜箸でほぐしておきました。そこに長ネギ、キムチ 120g、 香味野菜たっぷりアサリのコンソメを1袋、コチュジャン大さじ1、味噌大さじ1/2、醤油小さじ1、水 350ml を入れます。メニュー番号752番、パスタソースでスンドゥブを選んでスタートです。材料準備からホットクック準備まで約7分かかりました。約25分で温めが完了しました。かなり蒸気は出ているので、火傷に気をつけながらスプーンで大きめにすくった豆腐と卵を割り入れて延長で3分加熱していきます。完成しました。42分にできたので、完成までに約40分かかりました。蓋を開けてみるとこんな感じです。卵はまだ生卵に近い半熟といったようなところでしょうか。最後にごま油を回しかけたら完成です。卵の半熟が苦手な方はここから5分追加するといい感じに黄身が固くなりました。感想としては長ネギ1本が太くて量が多かったので2人分ではなく3人分できました。辛さも
ちょうどよくお店で食べるような海鮮スンドゥブの味でとても美味しかったです。最後3品目は手羽元と野菜のナポリタニを作っていきます。まずはズッキーニ1分の1本分を1センチの輪切りに、パプリカ2分の1個分を2センチの角切りに切っていきます。レンコンは 100g を厚さ1センチの半月切りにしていきます。ごぼうは2分の1本分を斜め薄切りに。材料準備は6分かかりました。マブラーズユニットを本体にセットし、鶏手羽元を8本入れていきます。その上に果肉たっぷりのナポリタン2人前とズッキーニ、レンコン、ごぼう、パプリカをそれぞれ入れていきます。調味料はオリーブオイル小さじ2、おろしにんにく小さじ2分の1、塩小さじ1、胡椒を適量入れていきます。材料すべて入れたら混ぜ合わせておきます。メニュー番号750番、手羽元と野菜のナポリタン煮をセットして調理スタートです。材料準備からここまで114分かかりました。加熱は完了しました。約30分かかりました。全体を混ぜてちゃんと温まっているか確認していきます。一見温まってそうでしたが、手羽元を確認すると中がまだ赤かったり、ごぼうも気持ちちょっと硬いなって思ったので加熱延長10分を行いました。加熱10分が終わりました。グツグツと野菜は煮えていましたが、お肉はまだ少し中が赤いようでしたので動画を撮り忘れていましたが、再度加熱5分延長しました。調理時間は63分かかりました。私は冷凍の手羽元を使っていたのでより時間かかったかなと思います。私と同じように冷凍の手羽元を使われる方は、お肉への火の通り具合を見ながら追加で加熱していくのをおすすめします。いかがでしたでしょうか。パスタソースのパスタ以外での活用方法について知ることができました。実際に作ってみて、いつものホットクックのメニューでは分量が少し足りないなと思いますが、しっかり量があってとても美味しかったです。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。